はい、今回鈴木新型ワゴン R に関する最新情報、追加情報が何点か入ってきて、ナイアスのデザインとスペックで装備関連と価格と畑時期について紹介していきます。ハイトワゴン車、ワゴン R のライバル車、サイドドア車ではなくてヒンジドア車ですね。まあ、1m60 中盤から後半、ダイハツムーブで、日産デイズ、ホンダ N ワゴンで、三菱 EK ワゴン、まあ、ここあたりですね、ライバル車となっていて、まあ、同社のハスラーとか N1 とかもですね、似たような車格となっていて、で、現行型の時系列を簡単に、現行で6代目ですね。2017年には1日に登場して、もう7年以上ですね、経過してきて、で、ビッグマイナーチェンジとか特になくてですね、紹介料、特別使用者とかの追加があって、大きめのですね、改良、2年前、2022年8月2日に一部改良実施。で、この時にですね、新たなグレード、カスタム Z を追加して、で、直近の改良としては去年ですね、10月2日、11月13日に一部改良、法規対応ですね、主に。で、価格改定も実施して、7万7000ですね、価格アップ。で、11月2日にですね、11月2日に国内累計販売台数500万台を達成。最短記録、30年3ヶ月ですね。30年3ヶ月目で達成して、鈴木はアルトがですね、まず500万台達成していて、37年8ヶ月かかったということを考えたら、7年半近くですね、ワゴン R の方が500万台達成するのが早かったんですけどね。まあ、この記録もホンダの NBOX が抜きそうな感じがしますよね。ホンダは去年250万台達成したという話なんで、まあ、発売して12年近くで250万台なんで、まあ、このままペースだともう25年前後で500万台ですね、 NBOX は達成しそうで。で、ちなみに去年の累計販売台数ランキングがですね、新たに判明して、ワゴン R の累計販売台数去年6位、1つ上がハスラーで、5位がハスラーだったんですよね。ハスラーの方が1万台近く販売されていて、で、ワゴン R 去年の累計販売台数が7万2235台、まあそういうのもこれだけですね、販売されていて、ヒンジドア車としてはハスラームーブ、ハスラーの次にですね、人気車となっていて、1位 NBOX、 2位がスペーシア、3位がタント、4位がムーブ、5位がハスラーで、6位がワゴン R ですね。で、新型車の情報として、7代目ワゴン R は新世代プラットフォームハーテクトを採用し、軽量化、光合成、走行性能は向上、改良版ハーテクですね、採用して、エクステリアではノーマル車は歴代を踏襲した万人受けするデザインとしながらも、カスタムは一新し、ワイド感を強調したフロントマスクにシャープで空力性能に配慮したスポーティーなデザインへ。予測 CG の方とか出てきてますけどね。で、ボディカラーにはモノトーンのほか、ツートーンカラーもですね、新設定するという情報が出てきていて、で、インテリアは、インパニアドアアームレストに質感や材質がアップし、インフォテインメントシステムをタッチ式の大型ディスプレイの採用により、使い勝手や先進感がアップ。で、鈴木純正9インチスマホ連動式ディスプレイオーディオを搭載して、で、スマホからリモートでエアコン操作や車の駐車位置が確認可能な鈴木コネクトにですね、新機能を追加。電制御パーキングオートブレーキホールドを新採用して、で、車内空間に関しては最新プラットフォームの採用、前後をですね、若干高くすることによってヘッドクリアランス、後席の足元空間ですね、少しだけ拡大して、で、新型はライバー車の新型ムーブのようにですね、後席用ドアにスライドドアを採用するっていう情報が出てきていて、まあ、新型ワゴン R スマイルが別の形ですね、発売する可能性が出てきて、で、スペック上が新型ワゴン R で、で、下は現行型で、新型7代目ワゴン R が全長3395で、シャーブ1475の軽比較は変わりはなく、前後 1m66 で、現行比、現行、まあ、全長シャーバー同じですね、前後 1m65 なんで1センチ空きですね、高くなって、
ホイールベースが 2m46cm で、最低地上高が 15cm の最小回転半径 4.4m か 4.6m、 まあ、ここら辺は変わりはなく、パワーユニット1つ目が直列3気筒 660cc の自然吸気エンジン、ガソリンエンジンで、エンジン49馬力 5.9kg で、2つ目が、まあ、直三 660cc のターボ車で、エンジン64馬力 10kg、 モーターマイルドハビット 3.1 馬力 5.1kg で、ストロングハビットですね、搭載するという話もあって、リチウムイオンバッテリーですね。まあ、その他情報でワゴン REV 電気自動車も発売するんじゃないかという話がありますけどね。まあ、スズキはもう軽商用車バーニーですね、 EV モデルの発売を発表していて、まあ、ダイハツのとの共同開発者ということもあってですね、ダイハツの不正の関係で EV ですね、発売日を延期してますけどね。まあ、近々軽商用車の方には EV が発売予定で、だから軽乗用車の方ですね、いつ EV モデルを発売してもおかしくない時期に差し掛かっていて、で2030年前にですね、6車種の EV モデルを導入することをですね発表していて、で去年のジャパンモビリティショー2023ですね、ワゴン R の EV 版と噂されている EWX ですね、64馬力18kg、 航続可能距離230km、 まあ、サクラとかですね、あとはホンダの KEV ですね、走行距離航続可能距離が長めで、で新型ワゴン R の燃費、自然吸気4駆 23.9 から2駆 25.2、 ターボが4駆 21.4kPa から2駆 23.1kPa で、ハビットが 27.9 か2区 30.2kPa で、新型も軽ワゴン、まあ、前後 1m60 中盤前後ですね、ヒンジドア車でナンバーワンの燃費性能へ、で駆動方式は各パワーユニットですね、2区と4区の設定があって、トランスミッション CBT とマニュアル車ですね、で予防安全装備、最新版のスズキセーフティサポートを全グレード標準搭載、最新式リアセンサーブレーキサポート2ですね、軽乗車にも採用して、ミーハレーダー、単眼カメラ、超音波センサーの3種類のセンサーを採用して、で車用歩行者に加え自転車や自動二輪車に対応、従来より探知性能、作動速度域を拡大して、で機能類、衝突軽減ブレーキ、低速時ブレーキサポート、前進後退、後方後発進抑制機能、前方後方後発進ですね、全車速のクルーコン、ブラインドスポットモニター、リアクロストラフィックアラート、ふらつき警報、発進押し出す機能、ハイビームアシスト、アダプティブハイビーム、まあ一部機能に関しては上級グレードの装備とかですね、まあ中間以上のメイクオプション設定になる可能性が高くて、まあホンダみたいにベースグレードでもですね、標準装備にしてほしいところではあるんですけどね。車用価格、まあ、ノーマル車カスタム仕様の廉価グレードを安く車用価格ですね見せるためもあると思うんですけどね。ノーマル車が129万4700円から158万6200円、カスタムが171万500円から188万7000円という現行車の価格ですね。新型車、まあ、10万78万ですね、上級で10万近く価格アップ、ノーマル車が136万4000円から166万6000円まで、カスタムが179万から、まあ、200万超えてこないだろうという価格設定で198万までという予想価格ですね。で、発売時期、まあ、スズキは特に不正とかなくてですね、まあ、新型ワゴン R を2024年秋冬号に発売へ、ダイハツの方はもう半年と1年ですね、発売日が延期してきて、 N 版も EN 版ですね、予定通り発売。まあ、スズキはそのダイハツとトヨタですね、関係したこともあって EV の方ですね、発売日が延期してきてますけどね。はい、今回スズキ新型ワゴン R の発売情報として、長さのデザインとスペックで、装備関連と価格と発売時期について紹介しました。